ミリター打球は高く上がる、高く上がって入りました。佐々木が技ありのタイムリーヒットを放てば、大声はこのパワーを見せつけるツーランホームラン。非常にレベルの高い開幕外野ポジション、それを争うチーム内での戦いです。前の打席では篠塚さん、うん、あのバントの構えをふっと見せたり、まあそうですね、というお声でしたよね。ここはもうね、自分のパワーを生かしてしっかり振ってね、これバッと仕留めたっていうのは、まあ、状態もいいんでしょうね。このバッティングです、はい、どうしたよっしゃ、タイガー時代最後の試合で、ヌートホームランということで、今日の試合振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、結果出たのはね、やっぱり良かったなと思います。これキャップ2本目というところですけど、この好調な要因というのは何なんでしょうか。やっぱり、10勝でから林さんと一緒にいろいろ学んで、で、まあ、安倍監督からもいろいろ教わって、まあ、それが今いい形でできているのかなと、まあ、去年とまた違った待ち方であったりメカニズムができてるのかなと思います。自分としてはそのフォームだったりそういったものに手応えというのはだいぶある感じですか。そうですね、まあ、バットが出やすくなってるなっていうのは感じるんですけど、まあ、まだまだ自分の形まではいってないので、まあ、この、まあ、シーズン始まるまでにしっかりとこう自分のものにできるようにしっかり練習していきたいなと。外野手という意味では大和選手を出られたりとか、佐々木選手も怪我出たりとか、ライバルがたくさんいると思うんですけども、そういった存在というのはいかがでしょうか。まあ、もちろん去年もやっぱりいい選手ばっかりで、今年もたくさんいい選手がいるんですけど、まあ、その中で、まあ、やっぱりなんていうんですかね、他の人を、ね、気にしすぎても逆に空回りするだけなのかなと思うので、まあ、今はしっかりこう自分がレベルアップできるようにっていうことだけ考えて、まあ、他のチームメートが打てばもちろん喜びますし、まあ、その中でこう自分もいい争いできればなと思います。キャンプでいうとこう2軍からスタートというところでしたけど、ここはこう大越選手にとってはプラスに働いたっていう。そうですね、まあ体が万全な状態では初めて2軍スタートだったので、まあ、かなり不安もあったんですけど、まあ、意外とこう今振り返ってみるとすごいこう静かな中でできてたので、すごいしっかりこう野球と向き合えた時間だったなと思います。まあ、まだまだサバレバル続いて次は、まあ、台湾もあってというところですが、そこへ向けた意気込みをお願いします。そうですね、まあ、本当ここからはシーズンのようなスケジュールになってくると思うので、まあ、まずはこう体のコンディションというところがね、自分の場合は一番パフォーマンスに影響してくると思うので、まあ、まずはそこをしっかりとこうケアというところもまた去年より徹底してやっていければなと思います。いい沖縄にはなってますか。そうですね、まあ、たくさん学びもありましたし、まあ、また課題ともっとこうやっていかなきゃいけないものもしっかりと出てきたので、まあ、それを積み重ねて、まあ、いい沖縄を過ごせたかなと思います。